シムケントの州都であったが、2018年6月19日より、同州を離脱州に属さない、特別市となった。シムケントの人口は、同国で、アルマトイ、アスタナに次いで3番目の都市である。ロシア時代の表記はカイムクーンと、トルキスタンシベリア鉄道が通る、交通の要衝あり、ウズベキスタンの首都、タシュケントからわずか 120km である。シムケントという名は、 カザフ語でもウズベク語でも草原の都市を意味する。市場ができ、町の人々と遊牧民の間の交易で成長するもチンギスカンに破壊される。その後交換の半国の領土となった。郊外には夏でも雪を抱く4000メートルの山が連なる人口構成ウズベキスタンの首都タシケントまで近いことからカザフスタンの中で最もウズベク人の割合が高い都市であり。 2018年では2割を占める。また、ロシア人も1割を占めるなど、比較的多く、その他アゼルバイジャン人、タタール人、高イ人、ウクライナ人等で構成される多民族都市となっている。1930年代頃から、鉛の採掘を基盤とした工業が発展した。精錬工場は1934年、または1938年に創業を開始し、 銅や鉛などの金属や石群で使用される弾丸の4分の3が生産された。精錬工場は極度の土壌汚染が問題になり2008年に一度創業を停止したが2010年にイギリスの企業コザックミスの参加に入り再び稼働を始めた。現在は亜鉛、カラクールの織物、医薬品の製造が主に行われている。空港、ありがとうございます。